タカタタタレッテ。どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース神々の遺産実況していきたいと思います。前回ねアレフとトーラスを助けることには成功したんですけれども、お兄ちゃんのカインがやられてしまったんですね。急いでメタファーを目指しましょうということでね、デモロッドしっかり回収してきました。呪われた武器ですね。間違って装備してしまいました。使用効果がねどうもあるっぽいんで、うまいこと使っていきたいですね。呪いを解いてあげよう。あ、からでした。メタファーに行くってことはやっぱあの光の道なんだろうね。いや特に変わったところはなかった、ごめんなさい。お帰りなさい、王様がお待ちです。お城の方へどうぞ。なるほど、王様がやっぱね光の道がね開通したんでしょうね。ちょっと他の人に話しかけてから行こうぜ。メタファーこそ古代人の国、私も一度メタファーに行ってみたい。これから俺ら行くけどな。すまんかったな。我々みんな古代人の末裔だ。黒き竜の封印を守るのは我々の果たすべき使命なのだ。これ前回話した気がするね。ここまで来るとはさぞ辛い戦いをくぐり抜けていたのだろうな。全く頭が下がるよ言ってた気がするな。いやー帰りました。プロンプトのお城にようこそ。やっぱねこいつは看板おじさんやからね、言うことは毎回変わんないですね。このお城は私たちの宝です。しっかり守ってみせますよ。あーなんかね話全く変わってないよね。カインさんはどこ？体が治っていないのに城を飛び出して行ったんだよ。俺の兄ちゃんはもう帰らない人なんや。黒き竜の力は凄まじい。古代人の文明を瞬く間に破壊し闇に葬ったのです。黒き竜か、多分ラスボスなんやろな。黒き竜が国王のとこ行くかい？そろそろ国王クスコがお待ちですね。だいぶ待たせたな。収録もすげえ久々やからさ、何週間待っとんねん国王は。賢者様がお待ちです。お話ししたいことがあるそうです。あ、マジか。光と闇が一つになるとき悪を打ち破る剣が生み出される。この国の古い言い伝えです。光と闇が一つになるとき、ほほう。メタファーにも記憶の泉がある。輝きの玉を忘れぬようにな。輝きの玉ここで使うんや。持っててよかった。ちゃんと記憶してんのかな次の泉は。全然記憶力なかったからな前のは。ああ囲まれた。あ、ただいまただいまただいま。こんなおっちゃんのに囲まれたくないな。の大臣、アレフ様とトーラス様が仲間になったそうですね。頑張るよ伝えてください。任せにしゃい。馬車馬のように働いてもらうからな。全てを聞いたぞ。カイン殿のことも黒き竜の目覚めが始まったことも誠に残念じゃ。加えてもう一つ残念な知らせがあるのじゃ。ダークソルが光の道を通りメタファーに向かったらしい。封印の鍵はすでに奪われた。そう考えるしかあるまい。終わりじゃ全て。わしらにできることはもうない。世界の破滅を待つばかりだ。諦めるのはまだ早い。まだ最後の手が残されていますぞ。誰だっけ、ネオラントみたいな。ん、そなたは何者じゃ。初めましてクスコ、私はオトラントと申す者です。そう、ネオラントみたいな名前で。マックス殿、覚えておいでか。マナリナのオトラントだ。覚えてる覚えてる。あの後黒き竜についていろいろ分かったことがあったのでな。多分男なんだろうなこの人。それをそなたに伝えたくてはるばるここまでやってきたのだ。クスコーよ、カオスブレイカーという剣をご存知ですか？どこかで聞いたような。そうじゃ、それは我が国に伝わる伝説の剣の名ではないか。光と闇が一つになるとき悪を打ち破る剣が生み出される。この言い伝えの剣こそかつて黒き竜を封印したという伝説の剣、カオスブレイカーです。マックス殿、そなたが持っている光の剣とカイン殿が持っている暗黒の剣、二つの剣があればメタファーで伝説の剣カオスブレイカーを手に入れることができるはず。剣って読むべきか剣って読むべきかよくわからんくなって。そうじゃ、その剣ならカイン殿から預かっておるぞ。マックス殿、暗黒の剣をそちに渡そう。さあ受け取るがよい。なんと持ち物がいっぱいじゃと。ならば持ち物整理して改め他のやつに渡したらええやん。しょうがないな。そんなことある？話の腰罰金折ってたけど。はい、どうもどうも。暗黒の剣、暗黒の剣なのかな。剣って言った方がかっこいいよね。さあメタファーに行くのだ。カオスブレイカーを手に入れよう。行くか。この暗黒の剣をさ、誰かに装備させたいよね。誰か使えるかな。剣といえば
この辺の人たちなんだけど、装備できるかな。無理っぽいな。装備できたわ。呪われたわ。平成ライダー呪われてたんやな。カイン様が死んでしまうと、もはや残された希望の光はあなた一人です。一人で立ち向かうからお兄ちゃんは責任感じてたんやな。マックさん、カイン様を求めできなくて申し訳ありませんでした。えんやで、暗黒の剣も手に入ったからな。カオスブレイカーをメタファーに行くのです。任せんしゃい。今から行くから、先に本陣行ってからな。マックス殿、転職できる者がいれば今のうちにそうなせるがよい。早めに転職して損はないと思いますが。いや、損ばっかりだよ。レベル20にした方が絶対ええもん。役に立たんな。というわけで、久々のステータスチェックのコーナーですね。久々のって言っても収録がだいぶ空いてるから久々に感じるだけであって。とさあ、仲間はねコンスタントに仲間になってますと。アレフ転職前なんでね、まだ守りの杖が持てないと。うん、こんな感じですね。めちゃめちゃ攻撃的やん。ブレイズ、フリーズ、スパーク。ほーん、あっという間にレベルが上がりそうだね。でもう一人トーラスだね。賢者ってぐらいやからな、魔法がすごいん。オーラ持ってるから。スペルウォールってなんだ、わかんない魔法があるね。これは第一線で活躍してくれる二人が仲間になったな。どこだアレフとトーラスは。あ、アレフなんかでっぷりしてんな。横から見ると、正面から見ると可愛いな。おい、ソウルのローって何者、さっきからうろちょろしてるわ。目障りをなんとかならない、やめさせよう。あいつはもううちの軍から外そう。トーラスはどこだ。トーラスはと、あー横になってるわ。マックス好きやり。あや、全然聞きませんか。あー、文句のような力があれば私ももっと目立てるだろうに。いやいや、十分目立つよ多分。オーラ覚えてるからね唯一。ベッドの上で何をしとんじゃこいつらは。でね、唯一オーラが使えるって言ったんですけども、他にもチップちゃんがオーラ使えるよね。ごめんなさいね。ダークソルを倒すため頑張って戦いましょう。そうやな、こっから全力やぞ。今までが全力じゃなかったみたい。怪我はあまりなさらぬように。もし怪我をした仲間がいればわしにお任せよ。頼りになるで。今回はロー君がおるわ。どのようなもののけが現れようと拙者の剣で全て切り捨てて死んぜよ。が頼りになるな。武蔵が大活躍するんじゃなかろうかと。行こうか。あ、下の人話しかけたい。あなたがアレフ様とトーラス様を救ってくださったのですね。本当にありがとうございます。えんやで、アレフとトーラスはうちでしっかり活躍してくれるから。ニワトリ一緒食べること変わってないよね。変わってないよね。光の道が直ったのでいつでもメタファーに行けます。しかし我々は輝きの玉を持っていないので入れません。誠に残念です。忘れてた、ここで使うんやった。輝きの玉、こいつをマックスに渡そう。行くぞマックス、輝きの玉を使うんじゃ。調べる光の道わかりやすいな。ついに光の道が直りました。これでメタファーに行けますよ。わざわざ立てたんやろな、光の道って。使うぞ輝きの玉。輝きの玉、行くぜ。ちょっと待ってくれ。よし、道具を修理してやってきた。このままだと戦闘に行った時にすぐにぶっ壊れてしまうからね。来たぞ光の道。全然光感ないけど、なんなんやろな。千年の後に現れし二人の英雄のために。なるほど、千年経ってるからな、それボロボロになる。一人死んだわ、ごめんな。野球ボールとか準備して叩いてくれる準備してたんやろな。いけないわ、まだ閉まってるわ。カタパルトがあるよ、カタパルトが。カタパルト、あ、なんかおる。おめえ誰だ。遅かった、ダークソルがここに現れ封印の鍵を奪ったのです。だから荒れてんだね。まずは泉で輝きの玉を、全てはその後で。なるほどね、まず話はそれからやと。これしたら大体わかると。さあ、あ、出た、アキヒロだ。カインが倒されたことは知っています。封印の鍵もダークソルに奪われ、黒き竜復活は時間の問題でしょう。カインにもあなたにも随分と辛い思いをさせてしまいました。もう時間がありません。黒き竜をもう一度闇に葬る武器を渡しましょう。
奥の部屋にいらっしゃい。アダムが導いてくれるでしょう。暗黒の剣使うタイミングなかったな。よう、私の名前はアダム。あなたを助け戦うために生まれた機械兵。あなたとカイン様は古代の血筋を受け継がれし者。生まれた時から黒き竜との戦いは定められていた。ダークソル、黒き竜の復活を企む。奴はお二人のことを聞きつけ、封印の鍵と秘伝の書を手に入れるため利用しようと企んだのです。カイン様はあなたを逃がそうとして戦いました。しかしダークソルに敗れ、あなたもひどい怪我をしました。そのため記憶まで失ってしまったのでしょう。カオスブレイカーをお渡しします。さあこちらへ。おお、連れてってくれるんや。なんで一回チラッと見たの。お、新しいロボットだ。ガガガ殺す。マックス殺す。めちゃめちゃ怒っ、激怒やんけ。お前はケイオス。私でアダムだ、わからないのか。マックス様、あれはケイオス。カイン様を助けるため作られたもの。カイン様と共にダークソルに連れ去られていたはず。悪の心に染まったのか、プログラムを書き換えられたんよ。あいつと戦ってはいけない。私が、あなたは守りす。めちゃめちゃかっこいいやん。イケメンやな。お前は誰だ。マックスではないのか。消えろ。ああ、アダム。ちょい役。アダムがちょい役じゃ。ああ。殺す。マックス殺す。激おこなんだもん。殺す気満々やん。嘘でしょ。ああ。ゲゲゲ、殺す。マックス殺す。さあ、というわけでね、戦闘にやってきましたよと。レベルが低すぎたんで、レベルを上げてきました。ジェットがね、めちゃめちゃ多いんだよね。で、敵のチェックしましょう。デモンマスター、フリーズレベル3が強い。で、トーチアイは遠距離の固定ダメージ。で、ジェットは相変わらず動けて強いと。で、イビルロープはよくわからんけど、まあ強いだろう。で、上の方に行くと、懐かしいね、アーマウロス。で、ボスのケイオス。こっち仲間になってほしかったな。アダム一発やったもんな。名乗った直後に。で、ジェットとトーチアイね。オッケー、やってきましょうよ。さあ、どうするかな。とりあえずロー君で一発やってみるかい。ジェットの攻撃をね、2発耐えれないんだよね、うちの君。よっしゃ、まさか倒すと思ってなかったんです、私。で、ジェットの攻撃を受けるべく、マックスはここに待機。で、ドミンゴすることなくなっちゃったな。魔法、フリーズやっちゃうかい？行こう。ダメージを与えておこう。せいや、ピーン。いいね。で、ヴァンガード。俺の推しナイトよ。ただの酔っ払いと思いきや、ポーン。やるときはやるんですよと。まあ、バルキリーのおかげやけどね。完全にこのゲーム武器強ければ強いほど強いからね。そして素手の男が行くぞ。イケコング、今回は力の出をつけている。ドーン、バシやるね。12ダメージ。素手やからな。まあ素手やからさ、しょうがない。どうするんだろう。あー、ドミンゴ狙いか。耐えれるか。耐えれるでしょうけど。あ、めちゃめちゃ硬くなっとんね。レベル8、レベル上げすぎたな。で、ジェットが来るけど届かない。あ、並んだ。あそこに魔法放り込もうぜ。で、ラグくんはどうする？ラグくん、こっちから一発いっちゃうか。ケラグ回転攻撃。わあ、やるー。ウィー、2発目で必殺メージ。やっぱ遊び心がな、こういう強さを生み出すんやと思うわ。やっぱ純粋にね、戦闘を楽しむ戦闘民族みたいなのはね、強いからね。さあ、バルバロイのターンが来たぞと。バルバロイなんだけど、暗黒の剣装備してるんだよね。で、これなんと使える。行ってみちゃおうぜ。暗黒の剣。ソウルスチルだよ、これ。ああ、外したけどな。ソウルスチルって、初代外すとノーダメージなんだね。残念。さあ、来たよ、武蔵。頼むぞ。新面竹蔵。ほら、このゆらりとした構え。ゆらり。ヌターン。ほら、やっぱな。肩の力抜いた方がやっぱ斬撃ってのは強いから。こうなんか、棒ではなく、しなやかなものを振るイメージでヌターンってやった方が強いからさ。さあ、ガンツの攻撃。
いけい、ドン。全く危なげがねえ。レベル8、少々高すぎました。あ、トーチアイが動くよ。うん、なんかばらけてくれるのありがたいね。あそこで一気に攻撃されたらひとたまりもないからな。わお、固定ダメージなんだよこれ。キャー、連撃なら死ぬけど助かった。そう、連撃だと耐えらんないんだよね、うちの軍。魔法スパーク、うーん、スパークのレベル1とかにしとくか。ジェット狙いだなこれ。ジェット狙いでスパークのレベル1。 MP めっちゃ多いからね。いけ。なんかアレフのさ、すごい水着とかさ、きつい服みたいな特殊なの欲しいよね。チップちゃんもそうだけど。攻撃2ポイント、防御3ポイント、素早さ1ポイント、 HP6 ポイント、 MP5 上がらない。ソウルシチローの魔法めちゃめちゃ攻撃的やん、アレフ。やっぱ賢者ともなるとやっぱ違うな、殲滅能力が違うわ。本気で殺しにかかってるもんな。うわお、怖っ。なんでぶわらけたんやろあいつ。ぶわらけたって。あー、届かないな。特に何も持ってないし、廃棄だな。あの力のワインを使ってあげたいね、マックスに。魔法オーラのね、レベル2を覚えたんですよと。オーラのレベルの2を覚えたってことはよ、どんどんロー君使いづらくなってくるな。よし、オーラをかけてレベル上げよう。いけ。後ろ姿めっちゃロー君やけど、色違いのロー君みたいな。オッケー、いいね。オーラを使えるとね、やっぱレベルが上がりやすいんだよね。ほら、素早さ2ポイント、 HP1 ポイント、 MP4 ポイント、まあ悪くないんじゃないかな。 MP どんどん上がってくれたらね、こっちとしてありがたいんで。さあどうするよ、ロー君どうするよ。使いづらいと言われたばっかりのロー君どうするよ。ヒールでもかけておくか、ドミングに。いけ、色違い。完全に劣化版じゃねえか。オーラ使えないからな。やっぱオーラ使えるキャラと使えないキャラっていうのは雲泥の差があると思うわ。さてマックスどうする、久々に攻撃してみるか。いけ、イビルロープを攻撃だ。